本日は座談会ながらと日比野克彦館長話しながらにお越しいただき誠にありがとうございます。はじめに岐阜県美術館館長日比野克彦よりご挨拶を申し上げます。館長お願いいたします。はい、皆さんおはようございます。11月3日文化の日、今日はですね、展示も、無料で見れるという、ことで、いろんなプログラムが県民の中で行われておりまして、最初のプログラム、10時半からのこの、ながら話しながらという、プログラムを、これから始めたいと思います。コロナ仕様ということでこのがらんとした空間の中にソーシャルディスタンスをとってのあのトークショーということで、これはこれでなんとなくこう贅沢なね、なんだろう、キリンが来る見てるとこんなような雰囲気もドーンと控えろみたいな、なんか座布団の雰囲気がそうなのか、よろしくお願いいたします。子供用の座布団なんだね。で、今日はですね、ここにずらっとこうながらってね、皆さん、手元にチラシを今お配りしましたけども、今年の4月から始まった活動をちょっとご紹介しながら、ちょっと県美のね最近の活動を、ちょっとみんなで共有しようかなと。でそしてそのながらというね、人たちがここに今日4名、来ていただいております。でそして、そのながらの、美術館の担当が、鳥羽さん、学芸員の鳥羽さんになります。よろしくお願いいたします。はい、で、じゃあ頭は、流れとして、僕がこのながらって何かって説明した後に今度鳥羽さんと私の掛け合いで、じゃあ実際4月からどんなことをやってきたのかっていうことをお話しします。でその後にじゃあ実際にこうながらの人たちがこんな活動をしてきましたっていうのをちょっと、一人ずつ話を聞いていきたいなと、そんな1時間、していきたいと思います。で、じゃあまずはですねこっちのちょっとこっちに私が移動して、このスライドながらというね、どっちこの辺がいいかな、ながらというのは何かというとアートコミュニケーターという、肩書きがあります。アートコミュニケーター、言葉だけのニュアンスで言うと、アートの、通して、コミュニケーションを、促す人っていう役割になります。で美術館というところは、展示室、こういう展示室があって、作品が展示してある。でその展覧会を作る人たちが、学芸員というね、鳥羽さんとか岐阜県美にも何人かいますけども学芸員さんっていうのがいて展覧会を作ります。こんな作家を、の展覧会です。こんな作品の組み合わせで、見せていきたいなって展覧会を作る人で、そしてアートコミュニケーターはその展覧会を見に来るこう観客とかお客さんたちによりそのアートを親しんでもらうということを、美術館的な視点というよりか、岐阜県民って言ったら県民的な視点とか観客的な視点で、提案していく。こんなことをやったらどうですか。例えば、子どもが来た時には子どもも一緒に楽しめるような見方、こんなことできたらいいなとか、例えば障害を持った人たちと、見るんだったらこういうもてなしの仕方があったらいいんじゃないでしょうかとか、例えば展示室以外でもっともっとなんかこうアートが楽しめるもっと身近な仕掛けもあってもいいんじゃないでしょうかっていうことを提案するっていうのがアートコミュニケーターの役割になります。でこれは岐阜県美以外にというか一番最初スタートしたのが東京の上野公園の中に、美術館博物館動物園たくさんあるんですけどもその中に東京都の美術館があります。東京都美術館で、そこが、もう10年ぐらい前に改修工事をしてでその、改修明けに、より、時代に沿った美術館に
していこうということで始めた事業がアートコミュニケーター事業というのがあります。でそこを皮切りに、今全国で6つ7つぐらいこのアートコミュニケーターという組織を取り入れて、展開しています。まあ、岐阜もそのうちの一つ でそれぞれ各地域にアートコミュニケーターっていう、まあ、そのまま使っているところもあるけれども、愛称を、ね、それぞれつけてより親しんでもらうために愛称をつけてて、で岐阜の場合は、こうながらというねっていうタイトルにつけました。まあ、このタイトルのあのに込めたこう気持ちとしては、それぞれ、まあ、いろんな人のいわゆる学芸員のいいところは専門性があるっていうことけれども、コミュニケーターのいいところはいろんな立場の人がいるというところ、主婦をしながら働きながら学校に行きながら、っていうなんかさまざまなこうながら何々しながらっていうねっていう立場の人たちに集まってもらおうということでこのながら、まあ、プラス、まあ、岐阜清流の国岐阜ということで、まあ、岐阜県、まあ、主にこの岐阜県美がある岐阜市に流れているながら川というながら、まあ、それも岐阜県民岐阜市民にとっては耳なじみがあるこの言葉っていうものを他の、アートコミュニケーターの愛称にしました。で、まあ、このロゴも、ちょっと私が書かせてもらったんですけども、2週間ぐらい前にできました、はいまあ、言葉ができてロゴができていくとだんだんね、まあ、本当こう実態としてみんなに認識されてくるということで、まあ、ながらを、ね、流れている感じのながらで、実際にじゃあながらどんな活動をしているかというと、はい、ながらのミッション、ここから見るとこのチラシを見てください。まずはね、ながらなる人手を挙げてください、応募してくださいということで一般に応募します、ね、あなたの経験湧き出るやる気が源泉、家や学校職場とは違う第三の場としての美術館、ね、学校の帰りとか、ね、職場の帰りとか、まあ、土日とかもう一つのご自分 の、 コミュニティとしてこのながらに応募しませんかっていうところから始まります。でこの、まあ、地図見て分かるようにね、こう源泉こう水の、まあ、岐阜は、ね、日本海太平洋に分水嶺が、あります、そこに例えて、まあ、流れを、表現します。でまずこう、ね、水が湧き出るところがある、それはみんなのやる気のところがまずは一番大事、はい、そしてその、応募したら次何があるかというと、ね、基礎ゼミ、これはね、まあ、ちょっと授業的な感じだよね。アートコミュニケーターとしての基礎的な、勉強をします。それ全6回あります、基礎ゼミでアートやコミュニケーションについて学び、アートの冒険に出かける手がかりを得ます。美術館で出会った仲間たちと一緒に準備を始めていきましょうと。これは、まあいろんな先生、まあ、それは東京とかでも東京のアートコミュニケーターにも教えてくれてる先生に岐阜に来てもらったり、まあ、今回はオンラインの授業でしたけども、コミュニケーションのハウトゥー、基本的なところをね、学んでいきます。はい、鳥羽さん、はい、そうですね、聞く力とかあと地元 の、 演劇人の方に頼んで演劇メソッドを使った仲間を知るワークとか、あと館長直々のなんかワークショップ講座みたいなのもありましたね、はい、そうね、まあ、座学的なこうレクチャーと、あとはじゃあ実際にちょっとやってみようかっていうちょっと演習的なものとかっていうのを全6回やっていきます。まあ、大体活動日は土日でした、うん、はい、特に今回はオンラインに切り替えて4月から6月ぐらいまでずっとオンラインでやりました。でその時 の,
割とこう芯になったのが館長から2月に出されたまあ、コロナが始まってたので、今だからこそアートコミュニケーターができるアートコミュニケーションとはみたいなお題をずっと考えて、そうだね、はいはい、それじゃあちょっとまずこっちの基礎ゼミの、まあ、具体的な何やったかっていう前にまず流れだけちょっと見てみましょうか。で最初基礎ゼミを6回やります。でそして、今度は、ね、グループに、分かれて、3人集まったら、展開していこうと。この船乗ろう方式、こんなアイデアあるけどちょっと一緒にやらないっていうような声掛けをしてですね、まあ、3人集まったらグループを作って、活動を始めていきましょうということでね、まあ、ここではちょっと3人が乗って1つの船に乗ってよし行くぞ と、という活動が始まります。はい。でそして、この船に乗ろうという形で3人以上でグループができたら、はい、次は実際に、ね、展開していくって、まあ本当、今日の日だよね、ながらたちが、出したアイデアでそれに対してじゃあ一緒にやろうという仲間がながらの中でできて、でそして今度はお披露目ですよね、多様な人々やアートテーマでテーマをアートで結ぶ、まあ、実際に、観客を、巻き込んで一緒に、そのアートを、より展開していきましょうというのが、あります。はい。でそして、今度は美術館以外に、まあ、みんなそれぞれながらなので自分の家庭があったり自分の職場があったり自分の町内会とかねっていうのがある。でそれをこの顕微で、生かした経験を今度は自分の、もう一つの、ね、コミュニティの中でも展開していこうという、美術館で行われたあんなことこんなことを今度は自分の地域につなげていこう、まあ、そうすることによって県民の中だけで行われているんじゃなくってアートコミュニケーターがもっと街に広がっていくということになります。